通の日を送ってます。ダコタ・ジョンソンに会ってみたいです。元気になるから、いろんなこと、もっともっとチャレンジしてください。こんにちは、大島優子です。これから晩餐会にちなんで25の質問にお答えします。3時、夜中の3時、寝かしつけ炊飯器でサムゲタン作ったら美味しかったこと、なんか普通の日を送ってます菜の花のお料理、5秒で寝れます。ずっと欲しくて手に入らないけど、でもなくてもなんとか生きていけてるので慎重。瞳、どっちも好き。不安と期待、青春でした。最近仕事復帰したばっかりなので、過去の自分、ダコタ・ジョンソンに会ってみたいです。いっぱいあります。早起きと夜遅くまで起きてること、とにかく起きてることが苦手です。才能なのかな、永遠に健康己を信じ精進せよ、お花屋さん、何やっても楽しいし、何やってもすぐ治るし、元気になるから、いろんなこと、もっともっとチャレンジしてください。シンプルですけど、健康で楽しく笑って、周りにいる人たちも笑顔にあふれているといいです。チキンのトマト煮、前向きになる、すぐ竹のような芯があって、でもしなやかに柔軟に何にでも対応ができるような余裕のある女性です。映画見たり、友達に電話したり、親に電話したり、その時の落ち込み具合によって決めます。以上、晩餐館25クエスチョンでした。さようなら。